武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山形大学の入試について話していきたいと思います。山形大学ですが、2017年4月からですね、学部再編が行われてまして、学部そのものの数に変更はないんですが、まあ、名称が変わったり、学科内の統廃合が行われたりという形が取られています。なので、また入試制度、配点などが多少変わるかもしれません。なので、2016年の入試の過去問をもとにですね、話をさせてもらいます。で、こちらはですね、特徴として、まあ、特に医学部医学科がですね、数少ない国立大学で国語の試験を課す大学の一つ、他はもう東大とか京大、名古屋などになりますので、かなり珍しいところにはなるんですが、そんな山形大学、センターの点数ですね、大体6割前半から中盤にかけての学部が多く、ただ工学部に関してはセンターの二次の配点がですね、二次の配点高めのところは1割程度落ちて5割、前半中盤程度、ものによって5割後半程度、という形ですね。で、医学部医学科に関しては8割、中盤から後半にかけて、地域学だと、2-3% 一般よりは少し下がるかな程度、の形となっています。そんな山形大学、の入試ですが、英語、数学、国語、物理、化学、生物、小論文、それぞれの科目、自分が見たい科目を選択してください。